はよう。はい、じゃあね、モーニングルーティンっていうことでね、早速ね、小屋の中をね、掃除していこうと思います。はい、こんな感じで土替えが終わりました。だいぶ綺麗になりましたね。はい、じゃあちょっと次はセッティングしていこうと思います。はい、じゃあこんな感じでね、掃除も終わりました。はい、ちょっと疲れましたね。で、だいたい週1で、こんな感じの土替えを行っております。まあ普段はね、ここにスコップでこうに土を返したりはするんですが、それでもやっぱりうずらたち歩く鳥なんで土が硬くなってしまうので、汚れたりとかする時は土替えを行っております。まあだいたい週1で、畑が近くにあるので、畑が近くにあるので、そこから土は持ってこれるので、まあ、ここにある土をまた鶏糞入りの土として畑に戻してっていうのを、やってます。もちろんね、ここにも、小松菜がいるので、こっちにもね、ちょっと鶏糞が足りなくなったりとか、水で沈んだったらこっちにも入れてます。じゃあ、最後は、これかな。こういったのもよくね、頑張ったんで、ご褒美としてこちらね、イルワーム、みんなこいつが好きなので、今からこちらのイルワームをあげていきたいと思います。あ、落ちちゃった。はい、
こんな感じでね、週に1回うずらの小屋を、掃除しています。うずらたちもね、やっぱ土が綺麗な方が生き生きとしてますね。はい、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。